日野です、今回はですね、何気ない所作にその人の本質が現れるということなんですね。で、例えば面接とか、企業の面接とかをした時にでも、その面接の、聞いたことを答えるっていうね、その内容、話の内容っていうのももちろんその審査のポイントにはなると思うんですけれども、よくその面接官の人は入ってくる時からのその全部のね、仕草とか所作とかそういったものも見てるって言いますよね。全てそういう部分でも判断される。で、多分その人の本質っていうのはそういう部分、普段何気ないところ、意識していないところ、その人が無意識でいるところに本質が出てると思うんですよ。だから普段、例えばその、テレビに出てる人とか、芸能人とかで例えると分かりやすいと思うんですけど、芸能人が普段テレビで見せている顔、見せているものっていうのはその本質ではないわけですよね。楽屋の裏で何かこうくつろいでいる時とか、楽屋裏にいる時の態度とかがその人の本質であることが多いわけですよ。それと同じように僕たちの日常もですね、普段人と会話している時の表情とか仕草がいくら良くても、それ以外のところでちょっとね、こうブスッとしてたり態度が悪かったりすると、それはそれでやっぱその人の本質がそこに出てるわけですよ。で、一番多分分かりやすい例が、そのお店とか喫茶店とかどこでもいいんですけれども、そういう場所に行ってその相手の人に対する態度と、そこの店の店員さんに対する態度がギャップがある人っていうのはやっぱり裏表があると思うんですよね。なんか存在にこう店の人には、存在な態度を取るとかね、偉そうにするとか、そういう部分っていうのが出てる人っていうのはやっぱりこれ、本質、その人の本質がそこに出てると思うんですよね。で、よくこれは確か柳川先生っていうね、柳川秀明先生っていう精神科医の、そういったことを、されてる先生がいらっしゃるんですけれども、その方がおっしゃってたと思うんですけれども、その将来結婚する人と例えば付き合ってると、で、その人が将来どうなるかっていうのが分かる方法があると。で、それはいろんな、その出かけていろんな場所に行って、その時にそこの店の人とか、いろんなそこの対応してくれる人に対しての態度を見れば分かるっていうんですね。その人の将来が自分に対する態度だと。例えばその店員さんに非常に存在な態度をとってた、偉そうな態度をとってたと、でも自分には優しくしてくれると、ということは、その将来的に見たらその店員さんの態度を自分が取られるということですよ。慣れてきた時、自分が本当に慣れてきた時、結婚してもう何も隠すものがないというか、取り繕うものも必要なくなった時にその人の本質が出るんですね。じゃあその人の本質っていうのはやっぱりそういう普段の場所での態度とか、そういうところに出るわけです。で、その時に店員さんに非常に丁寧に接していたり、非常に気持ちよく接してあげている方っていうのはやっぱり、後々ね、例えば結婚してからもそういう態度を取る確率が高いということをね、おっしゃってて、あ、なるほどなと。そういうところに全て人の本質っていうのは出てるんだなということをね、思ったことがありました。ですから、普段何気ないところの自分の表情とか態度とか、そういったものがですね、見られてるというか、そこに本質が現れてるわけですから、そういうところも、丁寧に、ね、接していくっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。結局人によって態度を変えるとか、いう方はやっぱり裏表があるんじゃないかなと思うんですよね。誰に対しても、八方美人が、ね、いいかどうかっていうのは分からないですけども、ただ、一人一人丁寧に対応していく、それが、ね、一番いいのかなと。見ていてやっぱ気持ちいいですよね。急にこう、店員さんだけに態度がね、存在になったり、態度が急に荒っぽくなったりすると、やっぱり、ちょっとびっくりしますよね。ですからそういう意味で、普
段無意識のところを僕たちはやっぱり意識して行動していくっていうことも大事なのではないかなと、ね、そういうことを思います。今回はね、以上になります。ありがとうございます。